自分で生きるしかない。他の人と覚悟も違うのよ。私はあなたを忘れたりしないわ。藤原の片子第二の三味。今回は平安時代の歌人である藤原の片子について語ります。片子は第二の三味とも呼ばれ、百人一首にも選ばれた歌の名手です。彼女はあの有名な紫式部の娘ですが、その性格や容姿は母とは違う魅力を持っていたようです。偉大な母を持つ娘はどのような人生を歩んだのでしょうか。それでは知られざる藤原の片子の一生を追っていきましょう。藤原の片子は藤原の信孝と紫式部との間に999年頃に生まれました。本名は片子ですが、女性の本名が後世に残っていることは珍しいことです。紫式部も本名は複数の説がありはっきりしません。それにしても賢い子と名付けるとは、随分ストレートに願望が現れていますよね。さて、父の信孝は紫式部より20歳ほど年上の40代後半でした。40代で長寿のお祝いをする当時の感覚では老人とも言えるでしょう。そのため、まるで孫のような片子を大変可愛がり、私はこの子が大きくなるまで生きていられるのだろうかと嘆きます。その予感は的中し、信孝は片子が3歳の時に流行り病で急死します。紫式部は喪失感から塞ぎ込むようになります。たった3年の結婚生活でしたが、かけがえのない夫だったのです。私、生きていていいのかしら。そんな頃、幼い片子が体調を崩し寝込んだことで、紫式部は我に返ります。この子のために生きなければならない。紫式部は片子によって生きる気力を取り戻したのです。この頃、紫式部は心に開いた穴を埋めるように源氏物語を綴り始めます。1005年、源氏物語の評判により紫式部が中宮晶子の女房として仕えることになります。女房とは貴人のそばでお世話をする人のことです。まだ幼い片子は当然代理に連れて行きませんから、実家に残されます。お母様、一人にしないで。母が働くのはあなたのためでもあるのですよ。それに本当は私だってそんな華やかな場所には行きたくないのです。うなだれる母子に祖父の藤原のため時が声をかけます。わしが面倒を見るから安心せい。しっかり務めを果たすのじゃぞ。紫式部はすでに30歳近くであった上、内気な性格から人間関係に大変苦労しながらも中宮晶子の絶大な信頼を勝ち取ります。ある時、紫式部は片子に思いを馳せます。片子よ、決して裕福ではない我が家のこと、あなたもきっと女房として務めることになるでしょう。私のように苦労しないように書き残しておくわ。恥ずかしい失敗も同僚女房との確執も隠さず書かれた紫式部日記は、ずっとそばにはいられなかった母から娘への贈り物なのでしょう。1012年頃まで紫式部は勤めを続けました。そしてその2年後に40歳前後で亡くなったとされていますが、定かではありません。最近では1019年頃まで生きていたという説もあります。当時16歳前後であった片子は、紫式部の部屋を片付けると越後に赴任した祖父のため時宛に書いた手紙を見つけます。随分おじい様のことを心配していたのね。そのおじい様はお母様が死んだと聞いて飛んで帰ってきたわ。そして片子は歌を読みます。憂うことが多いこの世を見たくないから、お母様は空の雲になってしまったの。悩んでいる暇はないわ。両親はすでになく、おじい様もそう長くは生きられない。これからは自分で生きるしかない。まだ16歳の片子に残された道は、誰かと結婚するか、母と同じように女房として勤めに出ることです。しかし女房として働くにも後ろ盾も経験もないのです。早くも片子の人生に暗雲が立ち込めます。しかし紫式部は
死しても片子に道をつなげます。2017年頃、アキコは信頼していた紫式部に代わる存在を求めていたのです。もう紫式部に頼れないのよね。そういえば娘はいくつになったかしら。そろそろ18歳になった頃かと思います。それならば役に立つでしょう。呼びなさい。承知しました。早速出資するよう伝えます。片子に断る余地はありません。お母様、いよいよ秋子様のおそばでお勤めできることになりました。きっと羨ましくお思いでしょうね。ご安心ください。きっと私はお母様よりうまくやってみせます。片子は母の紫式部のように職場に馴染めず苦労したのでしょうか。いえいえ、同僚の女房たちは片子の噂をします。あの紫式部の娘って本当かしら。綺麗で歌も人あしらいも上手。本当に女房向きなのよね、紫式部と違って。あ、私の噂ね。でも、私が女房生活に馴染めたのも、お母様の日記のおかげ。それに、自分で道を切り開かなきゃいけないから、他の人と、覚悟も違うのよ。実助の日記、小遊記が、有足古実を子孫に伝えたように、紫式部も、紫式部日記で、自分の経験を娘に伝えたと言えるでしょう。いわば女房の仕事の虎の巻です。それは大変仕事に役立ったことでしょう。女房たちの噂話はまだ続きます。それに恋の駆け引きは間違いなく娘の方が得意よね。あ、すぐに噂になるのね。気をつけなきゃ。片子は祖父の認知から越後の弁などと呼ばれ、紫式部よりすんなりと女房の仕事に慣れていきます。そして注目度も高いので金立ちからの誘いも増えていきます。とはいえ同僚の女房は片子に忠告します。気をつけなさいよ、あの紫式部の娘だぜ。付き合ったら面白いかなぐらいにしか考えていないわ。せっかく金立ちとの出会いが多いところにいるのだから恋をしないと損だわ。それにうまく捕まえれば一生安泰よ。それもそうね。悪いけど私の人生は常に背水の陣を敷いているようなものなの。女房の仕事もいつまでできるかわからない以上、恋もより良い人生をつかむための道具だわ。片子は母と違い男あしらいがうまい恋容疑女性になります。とはいえその相手はどれも一癖ありました。歌はうまいが極度の近眼でよくつまずいていた藤原の頼宗、芸術に秀でて美しいが軽薄な藤原の定頼、10歳年上の源の浅藤などと浮名を流します。ちなみに定頼は古式部の内史の和歌を母の代筆ではないかとからかって大江山の歌を読まれ、見事な返り討ちにあったことで有名な人物です。かつて出仕を始めた頃、30代バツイチシングルマザーの紫式部は18歳の片子と違って恋をする余裕もない状態でもあったのでしょうが、片子の男あしらいは抜群にうまく、いくつか歌として残っています。例えば片子にしばらく音信不通だった男から歌が届きます。まさか君浮気をしてないよね。全然連絡してこなかったのはあなたじゃないと思いつつも歌を読みます。それが百人一首に選ばれたこの歌です。有馬山伊那の笹原、風吹けば井でそよ人を忘れやわする。有馬山の伊那のの笹は風が吹くとそうよそうよと揺れるわ。そう、風がいつまでも笹を揺らすように私はあなたを忘れたりしないわ。どこか重さを漂わせていた紫式部の歌とは対照的な軽さが片子の魅力です。他にも片子のもとに当時恋人だった藤原の定頼から梅の枝を添えた歌が届きます。見ぬ人によそえてみつる梅の花、散りなんのちの慰めぞなき。会えないあなただと思って梅の花を見て寂しさを紛らわしていましたが、散ってしまったら何を支えにしたらよいのやら。片子は歌を返します。
春ごとに心をしむる花の絵に、たがなおざりの袖かうれつる。春が来るたびに、私が心待ちにしていた梅の枝に、どなたかが気まぐれで袖を触れたのではないですか？梅の香りはそちらに移ったのではないですか？こちらもさらっと返しています。一という字すら書けないと言いながら、漢文の素養を歌ににじませてしまう紫式部とは対照的に、漢文の気配すら感じさせません。片子は結局、藤原道兼の次男、14歳ほど年上の左衛門の神兼高と結婚し、女の子を授かります。1025年、後世作天皇と藤原の義子の間に、待望の巫女である、親仁親王が生まれます。しかし、数日で母の藤原の義子が流行り病で亡くなってしまいます。義子の姉であった中宮秋子は、悩んだ末に、片子を呼びます。巫女の乳母を、あなたにお願いしたいの。他には頼めないわ。できるわね。お任せください。片子にまた呼び名が増え、弁の乳母とも呼ばれるようになります。乳母は大変名誉な職であることから、希望者も多く、そう簡単になれるものではありません。片子は、親仁親王を、心を込めて育てます。乳母は、国を左右する重要な仕事だわ。失敗は許されない。その心は、親仁親王にも伝わり、一旦片子が里帰りすると、こんな歌が送られてきます。あなたの帰りを待ちわびていた夫は、満足だろうが、住みやすい里だと長居しないで、早く帰ってきてくれ。まあ、我が君ったら、可愛らしい。そして、歌を返します。住みよい里の松は、私を待っている松ではないようです。私は、松よりも千歳に栄える我が君のおそばが恋しいございます。現代でも、親愛の情を返しながら、しっかりと主を称える歌のお手本とされています。仕事は順調でしたが、夫の兼高の心は離れていき、時期は不明ですが、離縁となってしまいます。しかし、また新たな縁ができ、1037年頃に片子は、東宮の権の大臣の高階の成明と再婚し、二人の子を設けます。さて、乳母になりたい者が多いということは、それだけメリットがあるということです。面倒を見た巫女が天皇になった時、そのメリットは一番効力を発揮します。1054年、巫女が即位して、お礼勢天皇となると、片子に言います。今まで大変世話になった。そちの位を、十三位に引き上げよう。引き続き、内侍の助として務めてくれ。夫の成明も、太宰の第二とする。ありがとうございます。夫まで引き上げていただけるとは、光栄の極みです。え、太宰府？あの人、太宰府へ転勤になるの？結構な年なのに、私も都から離れられないし、困ったわね。太宰府は現代でいう福岡県にありますから、京都から相当な距離があります。それに、成明はすでに50代後半でした。片子は、成明と相談します。昇進は嬉しいでしょうけど、太宰府は遠すぎるわ。都にいたまま勤める人もいるらしいわよ。そうしなさいよ。いや、行く。太宰府は儲かるんだ。こんな機会を逃すわけにはいかん。そう。では、行ってらっしゃい。片子は京に残り、成明は太宰府に赴任します。現代でいう単身赴任ですね。しかも二人とも職を持っていたのですから、相当進んでいます。ともかく片子は、夫の位である太宰の第二と、片子の十三位を取って、第二の三位と呼ばれるようになります。他に、藤原の三位であることから、唐の三位とも呼ばれることもあります。さて、片子は太宰府に成明を送り出したものの、心配になります。仕事の忙しさで気持ちを紛らわしていたものの、ついに爆発します。心配で何も手につかない。
少し顔を見ておかないと、根性の別れとなりかねないし、決めたわ。どうされましたか？夫の顔を見てきます。ご主人様の、では太宰府に行かれるのですね。お仕事はどうされるのですか？主上のお許しを得ていくわ。準備して。当然平安時代には新幹線はありませんので、京都から太宰府までは船で向かいます。関門海峡まででも20日ほどかかった大旅行です。関門海峡の潮流は速く、波は白波を立てて船に激しくぶつかってきます。その厳しい旅を片子は2回したそうです。はあ、もう2回目なのに慣れないわ。めちゃくちゃ揺れるし、でもあと少し、もう少しすればあの人のいる陸に着く。太宰府に着くと成明は嬉しいものの、少し呆れて言います。二度も来る妻はきっとあなただけだよ。成明は太宰府に赴任してから数年後に亡くなりますので、この旅は大変価値のあるものになりました。片子はその後も何度も重要な歌合わせに出た記録が残っており、夫の死後も歌人として活躍します。特に1078年に開催された歌合わせは80歳前後にもかかわらず出席し、周囲を驚かせます。40代で亡くなった紫式部の倍近く長生きをした片子は1082年頃に亡くなります。若くして両親を亡くすという悲しい境遇でも、片子は明るく朗らかに生き抜きました。結果、若くして中宮付きの女房となり、金出しと浮き名を流しても堅実な相手と結婚し、子を持ち、皇太子の乳母として立派に皇太子を育て上げました。紫式部でさえ父親の官位で呼ばれていたこの時代、片子は最初は祖父の赴任先である越後の弁から始まりましたが、職名である弁の乳母、そして遠野三味、つまり〇〇さんの娘や妻ではなく、自分の職名や官位で呼ばれるようになりました。当時子供がいても夫が遠方に赴任しても仕事を辞めずに続け、夫の稼ぎに頼らず天寿を全うするのはそう簡単ではありません。有名人の娘という地位にあぐらをかかず、懸命に努力したゆえに片子は幸せをつかんだのです。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか？この動画が少しでも面白かった、ためになったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。感想、ご意見、リクエストなど、何でも良いので、コメントや評価をいただけましたら、動画作りの糧になりますので、よろしくお願いします。それでは、また次回。